皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。本日はというよりも本日も井上尚弥選手の話です。井上尚弥選手なんですが、7月25日の試合へ向けて、スパーリングが全日程終了したとのことです。最初にフェザー級のジャフェスリー・ラミド、アマチュア全米王者のジャフェスリー・ラミドですね。こちらとのスパーリングが先に終了しましたね。そして大橋会長によると、なんとこの強豪ジャフェスリー・ラミドをスパーリングでもう KO 寸前まで、やりきったとのことですね。いやー、スパーリングでラミドをもう KO 寸前まで追い込んだ、階級上の選手に、ここまでやった、ラミドというのはすごい強いですよ。岩佐選手との試合を見ればわかると思うんですが、ものすごい力ですね。そちらをもう完璧にもうスパーリングで、倒しきった。これはすごい朗報でしたね。そして、メキシコから呼んだ世界ランカーの2人、エスピノサとアコスタとのスパーリングも終えたとのことですね。これで一応試合前のガチのスパーリングは全て終了したとのことです。残り8日ですね。あとはもう減量ですね。そしてですよ、ちょっと気になる情報があったんですけど、スーパーバンダム級日本ランカーの中川麦茶選手、こちらの方が気になるツイートをしましたね。これちょっと見てください。日曜だが、これからなおちゃんとスパーリング。これに関してなんですが、中川麦茶選手が井上尚弥選手とスパーリングをやるということですよね。これっていうのは何なんでしょう。昨日はやってないらしいんですよね。日曜日はスパーリングをやってないらしいんですよ。これっていうのはおそらくですよ。今日かもしれませんし、明日かもしれませんし、これが本当のスパーリング最後の仕上げなのではないでしょうか。それかもしくはマスボクシング的に、中川麦茶選手とスパーリングをやっていくのではないでしょうか。麦茶選手も器用な選手ですよね。このあたり、おそらく最後のマスクはスパーリングになるのでしょうか。あと試合前、8日なんで、マスボクシング的なものはやっていくと思うんですよ。このあたりは国内の選手と行っていくと思います。大橋ジムにも、たくさん選手がいますよね。それとこの中川麦茶選手と最後に仕上げていくのではないでしょうか。自分はそう思っております。いやー、もう非常に楽しみですね。あともう8日ですよ。これ無事にね、試合行われることを願っております。そしてですよ、セミファイナルで行われる清水聡選手ですね。大橋ジムの、フェザー級世界ランカーの清水聡選手がロベイシー・ラミレスに挑みますよね。この試合なんですけど、大方の予想ではロベイシー・ラミレスと、なってますよね。おそらく、掛け率もロベイシー・ラミレスにいってると思います。だがですよ、ロベイシー・ラミレスともアマチュアでオリンピックで対戦経験のあるアマチュア界のトップファイター、須佐克明氏によると、先日自分と須佐克明氏で、YouTube ライブを行ったんですよね。それは須佐克明氏のチャンネルで行いました。そちらによると、現在、清水聡選手が、須佐克明氏の須佐ジムで、たまにトレーニングを行っているそうなんですよ。そこで、須佐克明氏が清水聡選手のミットを受けたところ、清水選手のパンチ力がものすごいことになっているということですね。清水選手がロベシー・ラミレスを倒すと言っておりますね。まあ、直接清水聡選手の指導をしている須佐克明氏が言っているということなので、この辺も期待していいんじゃないですか。まあ、清水選手がものすごい力とのことですね。いや、この辺も楽しみですよね。清水選手が、まあ、ロベイシー・ラミレスを倒してしまう。まあ、こういうこともあり得るということですね。このあたりも非常に楽しみにしております。いや、とにかくもう、試合前、まあ、8日ということで、まあ、無事に試合成立ですよね。ここを願いたいところです。そしてあとは、武井良樹選手ですよね。武井良樹選手が、54キロ契約。これは、バンタム級に落とすための準備といったところですよね。この54キロで、まあ、減量がうまくいけば、おそらくスーパーバンタム級を返上するということですよね。東洋スーパーバンタム級チャンピオンを返上するということですよね。まあ、相手に関しては、まあ、はっきり言ってかませ犬ですよね。まあ、武井選手はここは体重との戦いになると思います。そして、東洋のスーパーバンタム級を武井良樹選手が返上をしたら、おそらく、まあ、那須川天心選手が絡んでくるのではないでしょうか。まあ、那須川天心選手は9月にアマプラ興行で初8回戦として、おそらく東洋ランカーとの試合を行うのではないでしょうか。この相手に関しましては、おそらく今週会見があると思いますよ。9月のアマプラ興行に関しては、中谷潤人選手、あと健志郎選手、那須川天心選手が出場すると思われます。まあ、武井良樹選手に関しては、ブトラー選手との、まあ、世界戦ですよね。そして、中谷潤人選手の世界戦の発表もあると思います。そして、那須川天心選手、まあ、東洋ランカーとの8回戦が行われると思います。この発表も今週あると思いますね。おそらく木曜あたりではないでしょうか。いや、この子も非常に楽しみであります。はい、ということで、今分かっているのがここまでとなります。また続報入り次第こちらで放送していきたいと思います。皆さん、チャンネル登録、あと Twitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。それでは本日はここまでとなります。ありがとうございました。